エクセキューター、今ちょっといい？リンヤさん、どうしたの？ちょっとお願いがあって、一言では説明できないから、資産管理センターまで来てくれない？リンヤさん、何かアクシデントでも起こったのか？アクシデントってほどじゃないんだけど、ちょっと協力してほしいの。まずこれを見てちょうだい。おはよう、スパーク。昨日はよく眠れた？あのね、またあの夢を見たんだ。あの夢よ。リンヤさんと一緒にバンドのライブを見に行く夢。ステージのリンヤさんがラビーを手招きして、ラビーが突然ステージに登場するの。ラビーがリンヤさんとギターを演奏するところだったの。あとちょっとで。そしたら目が覚めちゃった。ふむふむ。スパークは私が寝ぼけてるっていうの？もう昨日話したでしょ、ライブに行く夢をまた見たの。でも本物を見られたらいいのにな。けどリンヤさんは忙しいし、知らない人ばっかりの場所に行くのは怖いな。やっぱり夢でも十分楽しいからいいや。それって？ええ、今日スパークから送られてきたものよ。ラビーの夢が気になったのかもしれない。ラビーがコンサートに行きたがってるってことか？ふわ先の話では、ロックバンドの日常を記録したバラエティ番組が流行ってるんですって。バンドの打ち合わせとか練習風景とか、派手なライブなんかを撮影した大人気番組みたいなの。サキはこのバンドのファンみたいね。ま、それはそれとして、とにかくラビーも番組の影響を受けてライブに行きたいと思うようになったみたいなの。普段思い描いている内容が夢世界に投影されて、目覚めたら夢の中での素敵な思い出をスパークに話して聞かせている。スパークがそれを私に送ってきたの。ラビーのささやかな願いを叶えてやってくれってことよね。でもね、子供の小さな夢だからって簡単に実現できることじゃないわ。まずそのバンドには近々ライブの予定がないわ。それから知らない人たちの集まる場所にラビーを連れて行くのはちょっと心配なの。そうか。だから私たちでバンドを組んだらどうかと思って。バンドを組む？は？俺たちがバンド？そう、自分たちのバンドでラビーのためにささやかなライブをやるのよ。ちょっと急かもしれないけど、ラビーの願いを叶えて忘れられない誕生日にしてあげたいの。そうか、ラビーの誕生日がもうすぐだな。どんなプレゼントよりもこの夢を叶える方が何倍も喜んでくれるはずよ。だからお願い、バンド結成のために友達に声をかけてみてくれない？ラビーの記憶に残る誕生日か。もちろんやるよ。ありがとう。練習用のスタジオなら準備できてるわ。こっちよ。ライブ会場や機材も必要だし、私も他の人たちに声をかけてみるわ。ここからは別行動にしましょう。頼んだわね。それじゃ練習スタジオに行ってみよう。メリルはドラムが得意みたいだな。さっきはただ適当に叩いただけよ。今まで
こんな楽器は演奏したことがなかったから楽しくて。まさかドラムは初めてなのか。ええ、なんだか意外そうね。だってメリルの演奏が完璧だったから初めてとは思えないよ。褒めすぎよ。でもありがとう。そういえばメリルもリンヤさんが結成するバンドのメンバーになったのか。ええ、彼女から連絡をもらったの。小さな子の願いを叶えるのは大事なことだもの。分担はまだ決まっていないけど、ドラムに挑戦してみたい。ドラムはメリルにぴったりだ。ええ、任せてもらえるなら私は大丈夫よ。あ、やっぱり来てくれたのね。ふんふんふん、素敵なバンドになりそう。ラビーの誕生日にライブを開催するなんて最高のチャレンジね。絶対にうまくいくわ。大丈夫なのか。あまり順調じゃないみたいだけど。大丈夫よ。しばらく練習してなくてちょっと腕が鈍ってるだけ。少し練習すればすぐに元通りよ。けどその時間を確保できるかどうかちょっと心配なところね。ラビーの誕生日まであまり時間がないし、考えておく必要がありそうだな。それにみんなと合わせる時間はもっと取れないかも。はあ、事件が起これば全てを放って任務を遂行なんて私にとっては日常茶飯事だもの。いいわ、考えても仕方ないんだから。練習時間が少ない分努力してみる。わかった、じゃあよろしく。メンバー探しの方は頼んだわね。バンドのことはシャーリーに相談してみるよ。突然なんだけどバンドに入らない？バンド？リンヤさんがバンドを結成してラビーの思い出に残るライブをやりたがってるんだ。ラビーにとっては最高の誕生日プレゼントになる。それでリンヤさんに頼まれてメンバーを探してるんだ。シャーリーはどうかなと思って。うん、もちろん参加したい。でもあまり自信はないかも。もうずいぶん長い間鍵盤に触れてないから。記憶データ検索。3年4ヶ月前です。ちょっとミア、記録によるとシャーリーのキーボードは3年4ヶ月前シェルターに侵入したラベンジャーとの戦闘で破壊されました。そうだったね。ミアはよく覚えてるね。そのキーボードずっと前に兄さんがシェルターに持ち帰ってきたんだ。ハイエナに囲まれてた行商人のおじいさんを助けたら、お礼にどうしても受け取ってくれって頼み込まれたんだって。兄さんはしばらく迷ったけどおじいさんに押し切られて受け取ったみたい。でもシェルターではみんな忙しいから、当時子供だった私が弾いてみたの。そういえばミアに弾き方を教えてもらったような。ミアが入門用の教材を探してきて、それでちょっとずつ練習してみたのよね。思い出すな。一日の終わりにみんなが輪になって音楽を聴きながらおしゃべりするの。みんなの心が一つになる大切な日常だったのに、今は記憶の中にしか存在しない。シャーリー、あ、ごめん、昔のことを思い出して一人で話しちゃった。いいよ、シャーリーが話したいんだったら。あなたの言いたいことはわかるよ。美しい過去に浸っていても何も変わらないんだってこと。だから旅を続けなきゃね。あなたと一緒ならできると信じてる。リンヤさんのお手伝いをしてラビーに完璧なライブを見せてあげられるなら私も嬉しいから。
あの子の笑顔のために頑張ってみるよ。何年も弾いてないからテクニックの面でちょっと心配だけどね。リンヤさんが練習スタジオを抑えてくれてる。行ってみよう。メリルは初めてなのに信じられないぐらい上手いんだ。シャーリーもちょっと練習すれば大丈夫だよ。じゃあ行こっか。よっほっ。ちょっと待って、リンヤさん、私もバンドに参加したい。ありがとう、シャーリーさん。ミアも、参加したいです。え？ミアに合う楽器があるかしら。ミア、一緒にやってみよう。足が届きません。報告、ミアはギターに適していません。報告、ミアはキーボードも担当できません。どう？ミアにできそうな楽器はあった？あったみたいだ。これです。うん、じゃあ応援はミアに任せようかな。練習頑張ってて次はセミールとシューマーに聞いてみよう。やっと来たわね。あれ、まるで来るのが分かってたみたいだな。みんなの動きならお見通しよ。知らないでしょ、みんな見えない糸でつながってるのよ。私はその網の真ん中にどっしり構えて、ちょっとした糸の動きも見逃さないの。今日はあなたの糸に動きを感じたってわけ。バンドの件で走り回ってるんでしょ。そろそろ私とシューマーのところに来てもいい頃かなって思ってたら本当に現れたのよ。あ、当たってる。まったく、デタラメもいいところだわ。はあ、どうやったらそんな出まかせが言えるの。種明かしをしましょうか。ちょっとちょっと、この方が面白くなると思わない？実は今朝、セミールさんがメリルさんをからかった時にリンヤさんのバンドの話を聞いたの。からかうなんて人聞きの悪い。まだ何もしてなかったわ。おしゃべりでメリルさんの気を引いていたずらしようとした時にその件について聞いたのよ。そこですぐに計画を変更して私を楽器選びに連れ出したの。どう見てもこっちの方が面白そうだったからね。実は私も計画が実現するのが楽しみなの。この前メリルさんに言っておいたわ。あなたには警戒した方がいいって。彼女をターゲットにするのなら逆にあなたを懲らしめてもらうわ。まさかあなたたちがグルだったなんて。騙されなくてよかったわ。でも私がこのことを予想していたなんて思わなかったでしょ。まあハッタリかどうかは置いておいて真面目に話しましょう。セミールさんたらウキウキしながら私を楽器選びに付き合わせておいて
練習場所を知らないことに気づいたのよ。だからここでちょっと練習しておこうと思って。私初心者だから練習しながらあなたが来るかもしれないと思って待ってたの。ゼミールさんの推測は正しかったわね。本当に来たんだもの。すごいでしょ。もっと褒めてくれてもいいのよ。はあ、確かにその通りかもしれないけど、なぜ俺だと。そこまで洗いざらい話したら図星を疲れた時の驚きがなくなっちゃうでしょ。さあ早くメリルたちと合流しましょう。みんなもう練習を始めている頃だ。よっ、見てくるとするか。これで全員揃ったみたいね。皆さんに集まってもらった理由はもう割愛するわね。分担を決める前にまずはエクセキューターへの感謝を述べさせて。バンド結成に協力してくれてありがとう。あなたの力があったからこそ私たちは集まることができたのよ。それであなたには一番重要なマネージャーをお願いしたいの。バンドメンバーの中心として全体の企画や展開を考えてほしいの。あなたならできるわ。私も賛成。みんなのリーダーにぴったりだと思う。頑張ってね。俺でよければ喜んで。ではマネージャーに分担を決めてもらいましょう。シャーリーはピアノができるからキーボードを頼むよ。ええ。メリルはドラムに興味がありそうだった。ドラムをお願いしようかな。うん。シューマーはさっきベースを弾いてたっけ。担当してもらえる？うん、初心者だけど精一杯やってみる。シューマーなら大丈夫だってば。ふわさきはシンセサイザーを練習してたよね。そのまま頼むよ。お安いご用意は。ところでセミールとリンヤさんが得意な楽器は？ギターかな。じゃあリンヤさんとセミールにはギターを頼む。意義はなさそうだ。じゃあこれでいいな。みんな今日はお疲れ様。明日からここで練習しよう。あまり順調じゃなさそうだ。おはよう、マネージャー。今日の計画は立ててあるの？ああ、練習前に一回リハーサルしておきたいんだ。練習に没頭するだけじゃなくてチームワークも重要だと思うんだ。
緊張しないで。いつもの練習みたいにやればいいよ。これを本番だと思ってやってみましょう。個人にちょっとした問題が。マネージャーから意見が聞きたいわ。任せてくれ。セミールはわざと邪魔してるな。後回しにしよう。メリル。ん？何？メリルのドラムは上手だし、初めてだなんて信じられないよ。演奏への熱意や集中力、それに音楽に対する情熱もしっかり伝わってくる。ただメリルは自分の世界に入り込むあまり、アドリブで打つリズムが難しすぎるんだ。つまり他のメンバーがメリルのリズムについていけない。うん、分かった。みんなに合わせる必要があるのね。ありがとう。気をつける。全然ダメだわ。直すべきところがあったら遠慮なく言ってちょうだい。そうだな。リズムをしっかり捉えて音をコントロールできるようにしないと。練習ではいつも完璧を目指してるのに。もうちょっと焦ってるみたいだな。プレッシャーを感じてる？完璧な演奏を求める気持ちはわかる。けど、あまり焦りすぎてもパフォーマンスに影響してしまう。練習できる時間が限られていると思うと、どうしてもね。はあ。だから、練習の機会を無駄にしないで上手くならなきゃいけないの。でも、あなたの言う通りだわ。なんとかしてみる。落ち着いて、気持ちを切り替えることにするわ。ごめんなさい。さっきの演奏めちゃくちゃだった。正確に言うと、音楽が聞こえた瞬間に頭が真っ白になったの。指が思った通りに動かなくて、金縛りにあったみたいだったわ。シューマーは初めてだから、うまくできなくて当たり前だよ。リズムに追いつけないならメトロノームを取り入れたらどうかな。心配いらないよ。きっとうまくなる。励ましてくれてありがとう。そうだ、気になることがあるの。あなたもセミールさんはわざと邪魔をしたと思ってるでしょ。確かにその可能性も否定できないけど、私のためにそうしてくれてるんじゃないかと思うの。私の演奏のひどさを考えると、彼女はわざとダメなふりをして私が目立たないように振る舞ったのかも。そうすれば私がそんなに落ち込まずに済むから。セミールがそんなことを考えていたとは。これは私の推測だから違うかもしれない。それに彼女は絶対認めないわ。だから
こう伝えてほしい。あなたには負けないって。わかった。アドバイスありがとう。じゃあ練習に戻るわ。シャーリー、調子はどう？ごめんなさい、ぼんやりしてた。あまり体調が良くないみたいだな。少し話さないか？鍵盤に向かうと他のことを考えちゃうの。この指のこと、あるいは許しの天使の体と言うべきかな。何かに触れるとボディが物質をスキャンして、触った感覚をシミュレートして脳に伝えるの。なんて言ったらいいのかな。記憶の中とは全然違って、とても鋭くて繊細な感触なの。許しの天使の知覚と触覚があまりに精密に設計されているせいかもね。その感覚が信じられないぐらい鮮明だから、逆に現実感がなくて。昔は私の指が鍵盤の上を踊ってた。でも今は自分の指を使って鍵盤を叩いてるって感じで。シャーリー、混乱する気持ちを言葉にしたら思考がクリアになったみたい。聞いてくれてありがとう。それに気にかけてくれるのも嬉しい。もっと何かしてあげられるといいんだけど。そばにいてくれるだけで私は十分幸せ。うん、だいぶ調子が戻ってきたよ。次は集中して練習に打ち込まないとね。あれ、マネージャー、何か言いたいことがあるの？あなたには負けない。シューマーからの伝言だ。わかった。この挑戦、真正面から受けて立つわ。みんなコツが分かってきたみたいね。いい雰囲気ね。バンドがちょっとずつ成長している。あなたをマネージャーに選んだのは間違いじゃなかったわ。このまま練習に付き合ってほしい。もっとアドバイスが必要だもの。そのつもりだよ。今日はラビーの誕生日だ。おはよう、マネージャー。実はちょっと面倒なことが起こってしまって、手伝ってほしいの。会場は手配してあるんだけど、機材にトラブルが起こってしまって。これじゃライブまでに間に合わないわ。他の機材を手配しないと。セシリーは研究で大忙しだから手伝ってもらうのは無理だし。アーシャから来た、あの整備士さんに聞いてみたらどうかしら。コバルトさんなら何かいいアイデアがあるかもな。よし、任せてくれ。じゃあ頼んだわね。誰かが頼み事に訪れるかもしれないと思っていたらお前だったか。コバルトさんの予感はいつも正確ですね。ライブで使う舞台装置と盛り上がるような小道具を作ってほしいんです。そんなことか。なら問題ない。納期はいつだ？あさってです。あさってだと？機材を設置した後の調整とリハーサルの時間を考えると、今夜にはセッティングを済ませる必要がある。まあなんとかしてみよう。他の仕事は入っていないから全力でやれば間に合うだろう。
他に何か要望はあるか？これから作るものに影響するかもしれないぞ。子供の誕生日を祝うライブなんです。何かインスピレーションは浮かびますか？子供の誕生日か。それなら照明設備にシャボン玉マシンを追加する方向で考えてみるとするか。まだ技術的な問題はあるが、リモートインタラクティブを利用してみてもいいかもしれない。この分野が得意な人物に手伝ってもらえると助かるんだが。心当たりがあるかも。コバルトさんに連絡するように言っておきましょうか？うん、それは助かる。他に何もなければ私は作業を開始するぞ。技術的なサポートか。やっぱりあいつかな。なぜかわからないが、お前を見たら面倒な予感がした。うん、時間ならない。まだ何も言ってないぞ。顔に書いてある。まあいい。何の用？ライブで盛り上げる小道具の制作をコバルトさんにお願いしているんだけど、技術的なサポートが必要なんだ。アイスクリームだ。ん？あのな、人に物を頼むんなら手土産を持ってくるのが礼儀だろ。ミラポリスで一番人気のアイスが食べたい。ミラポリスで一番人気のアイス、初めて聞いたな。俺のやり方で情報収集してるから。店の場所を同期しておいた。次はアイスを持ってくるんだな。ついでに言うと、アイスは多いほどいい。そうだ、頑張って練習してるみんなにお菓子でも差し入れようかな。いらっしゃい。何かお探しですか？そこにある一番人気のアイスを全部ください。それからお菓子も一緒にお願いします。かしこまりました。少々お待ちくださいね。遅いぞ。アイスは溶けてないな。ちょっとは使えるみたいだ。で、ライブのことで俺に手伝ってほしいって？チッ、くだらない。ゼロもライブを見に来ないか？外に出たくないし、今回手伝うのはただの例外。次はオアシスの最上階個室限定アイスをつけてもらうからな。限定アイスか。言ってみただけだ。今回だけだからな。もういいよ、俺は忙しいんだ。何もないなら帰ってよ。舞台装置のことは解決だ。戻ってみんなの様子を見るとするか。機材の方は手配しておいた。練習はどうだ？順調よ。みんな随分上達したわ。あなたのアドバイスに従って昼も夜も練習したからできたのよ。特にサキは一番遅くまで頑張ったの。家に帰ってからも練習したんですって。みんなの努力に感謝してるわ。みんなお疲れ様。お菓子を持ってきたから休憩にしよう。あなたもお疲れ様。次の練習でもアドバイスよろしくね。
はよう、マネージャー。今日の予定は？もう一回リハーサルをやったらどうかな。そうね、みんなの上達ぶりをぜひ見てほしいわ。明日のライブはきっと大成功だ。うん、みんな頑張って練習したし、あなたも協力してくれた。努力は絶対に報われるわ。みんなの頑張りに感謝しないと。私も珍しく真面目にやったんだから。あの子きっと喜ぶわ。みんなこの調子を。待ちきれないわ。明日といえば当日の詳細な段取りを決めておきたいの。ラビーは秘密基地でスパークたちと遊んでるはずよ。明日はあの子をライブ会場まで連れてきてもらえないかしら。始まるまで秘密よ。他のメンバーを発見。捕まえた。誕生日おめでとう、ラビー。あれ、覚えててくれたの？すっごく嬉しい。ありがとう。一緒に誕生日を過ごしてくれる人がいて嬉しいな。俺だけじゃなくてみんな知ってるよ。おいでラビー、一緒にプレゼントを見に行こう。眩しい笑顔がずっと続きますように。都会のほとりで夢を描けますように。1,2,3,4 この愛はサスペナブル、日だまりのよう
誕生日おめでとう。ミヤさん大好き。みんなも。